嵐666です。今回はミニカーコムス、回転部分の突出禁止、俗に言うはみ体禁止にスポットを当ててみたいと思います。普通、多くのコムスオーナーの方々は、燃費、電費のような航続距離や暑さ、寒さのしのぎ方、雨の日のウィンドウの曇りなどを改善する方法などを、コムスを生活の道具として経済的で快適に付き合える車にしたいと思われる方が多いと思いますが、今回はそういったコムスの本来の使い方ではなく、少し自分の好みにドレスアップをしたコムスにしたい方や、今持っているタイヤが付けたいけど、フェンダーからはみ出してしまうなどと悩んでいる方が参考にしていただけるといいと思います。これは今、私のコムスです。前後マットタイヤでバリバリはみ出してます。オーバーフェンダーは一応ついてますが、全く役に立っておりません。オーバーフェンダーが大きい場合は、ワイトレスペーサーなどで微調整が効きますが、オーバーフェンダーよりタイヤが太い場合など、有効なフェンダーを作っていきたいと思います。ただ、この回転部分の突出禁止に関して、適用日が令和3年の4月からで、適用車としてその時点の新車のみとなっていますので、現在使用しているコムスは適用外なので、取り締まられることはないと思いますが、ただ、もともとコムスはフェンダーの中にタイヤが収まっているので、それを私が意図的に出したことなので、一応フェンダーに収める作業をしたいと思います。これは塩ビ管で、ヒーターガンで熱して、形を作っていきたいと思います。塩ビ管の目くら蓋に穴を開けて、ネジでボディに固定していきます。それがパイプフェンダーの土台になります。そうして先ほどの手順で作ったパイプフェンダーが前後左右完成しました。これで大丈夫かと思われそうですが、実際にジムニーなど車検もパスしていますし、これはオフ車でよく使われる手法です。このパイプフェンダーは黒色でよく塗装されていますが、私のなんちゃってオフローダーなので、タウンユースがほとんどですから、他社から認識されやすいように、ブロンズで塗装してみました。